こんにちは、YouTuber の神風大和です。今回は長野県大桑村にある白山神社へ行ってきました。ですが、この白山神社って大桑村に2カ所あるみたいなんですけれども、今回行ったのは大桑村、殿っていうところにある方の神社ですね。 そして、なんでこの場所に撮影しに行ったかと言いますと、本当にこれは偶然でして、まあ道を間違えて行っちゃったっていうところもあるんですよね。そして何にも撮影するものがなければ、悲しいかなと思っていたら、こちらの神社がありましたんで、撮影してきました。ですが、この日、目的地っていうのは別の場所にありましたので、この白山神社に関しましては、 奥の方まで撮影しに行かなかったんですよね。なんで後悔したかと言いますと、家に帰ってきてからこの白山神社を調べましたら、なんと上の方にあった神社に関しましては、長野県最古の神社建築として国指定の重要文化財になっているって書いてあったんですよね。まさか偶然立ち寄った神社が、そんな約700年も歴史のある建築様式が残っている場所なんて、 わかりませんでしたから、まあ、この階段を見てって、うわ、この階段ちょっと急で無理だな、しかも今日暑いしと思って、登って撮影しに行かなかったんですよね。一人なら撮影しに行ったかもしれないんですけれども、もう一人の YouTuber の方が、えっ、ー、と、一緒に行ってくれていましたので、まあ、待たせたら悪いかなっていう気持ちもあって、引き返してきたわけなんです。まあ、本当言うと暑いから嫌だったんですけどね。 ちなみにこの場所っていうのは長野県の西の方にありまして木曽郡っていう山に囲まれた地域なんですよね。ですのでなんとなくイメージ的に涼しいイメージがあるじゃないですか。ところがどっこいなんですよね。行ってみて分かったんですけれども結構暑いですね。ちなみにこの白山神社のすぐ下のところには大桑村。 農村体験交流センターという建物がありまして、まあ、これは公民館も兼ねているようなんですけれども、その一角には公園みたいなところがありまして、すぐ横は川になっていまして、遊べるようになっていました。もう夏休みもあと一週間ほどになってきましたけれども、こういうお金を使わないで遊べる場所っていうのが長野県にはいろいろありますので、どうぞ行ってみてください。 それでは今回は大桑村の白山神社の紹介は終わりますけれども、この後基礎群のいろいろな地域を回って撮影してきましたので、えー、後日、えー、公開しようと思います。それではこれで終わります。YouTuber ーー風山とチャンネル。